はい、ここはですね、上級者コースの入り口ですね。なぜかというとですね、この裏はですね、圧雪してないですね、オフピステのゲレンデだからですね、手前が、キャニオンコース、それから奥がですね、スノートレイルコースになってますね。何度か皆さん滑ってますんで、スノートレイルまではですね、我々は簡単に、尾根の下をですね、ずっと横に滑っていくことができます。その下はですね、特にスノートレイルのところはですね、ブッシュがいくつか出てたりして、積雪の少ない季節はですね、ちょっと無理なところはありますけれども、もう2月の中旬過ぎるとですね、いろいろ雪が降りまして、そこのスノートレイルも十分滑れるようになります。それではですね、私はちょっと無理なんで、前に撮った映像をですね、ご覧ください。特にですね、キャニオンはですね、ぐーっと下っておりましてですね、かなり、きついコースのように下から見ることができますね。キャニオンの下の方はですね、ホリデーゲレンデが広がってますので、超初心者の方がですね、皆さん練習しておられますね。その上の方はですね、超上級者コースとして、有名なコースです。それでは気をつけて降りていってください。